知ってる。全部知ってる。だって。それを加味した作戦だから。スバルくんに私の記憶があるって確信したのは、あの日。私が彼の学校に行った日。スバルくんったら。記憶喪失のはずなのに私を見た時一瞬、本当に一瞬体をこわばらせたから。ああ、この子覚えてるんだなって。そっからは本当に楽しかったよ。記憶喪失のふりし続けてるのけなげで。だから私たちは君が記憶をなくして何が何だか分かってないって状況を利用してるように振る舞ってた。そうすれば君やアインツが自分たちの思い通りだって思って、私たちの思った通りに動いてくれるからね。さっきの君の言葉を借りるけど、ここまでうまくいくとは思わなかったわ。改めて思うけど、勘って大事だよね。主導権を握ってる勘。自分が普通である勘。世界や社会の平等感、そういう感覚さえ与えていれば、主導権を握らせなくても勝手に自分たちに主導権があるって思ってくれるし、普通じゃないことも普通だって思ってくれるし、どれだけ世界が、社会が不平等でも、世界や社会が平等だって信じてやまなくなる。本当に、私たちの手の内を知ってる相手だからこそやりやすいことこの上ない。策を知ってるからこそ、ズブズブと策に溺れる。自分が裏をかいてるって思ってる奴が一番裏をかかれるんだから、サツキスバル。君はアインツから私たちのことを聞いていろんな策を思いついたかもしれないけど、君は自分で思いついたようで、その実、私たちにそう導かれてたのよ。確かに、スバル君は頭がいいけど、根本としてまだ経験が足りなさすぎるのよ。一般人、どれだけ賢くてもその域を出ない。だから、私たちに利用される。確かに、僕はちょっと、いえ、かなり自分のことを過大評価してたみたいですね。多少勉強ができて、他者からの評価で先読みに長けてるとか、頭の回転が速いとか、そんなお世辞を真に受けておだてられ。まんまとあなたたちの策に溺れた。滑稽ですね。我ながら。爆笑ものですよ。僕は頭をかきむしりながら自分の愚かさから湧き出た言葉を吐露した。組織が一般人を巻き込むやり方を許す？何言ってるんだ私は。巻き込んだのは、私だ。私がお坊ちゃまをこんなことに巻き込んだのに。それを、その責任を誰かになすりつけようとして、その上、ツバイやドライの考えもわからなくなって、お坊ちゃまの作戦を台無しに、でも、こっから先は、そっちの思い通りには進ませない、僕はそう告げ、かっこ悪くても、集大を晒してでも、目の前の人に背を向け逃げる。鬼ごっこ？いいよ。アインツちゃん、遊んであげる。さっき言ってたことは一体何だったの？集体を晒すくらいならって、まあいいわ。無様に逃げなさい、サツキスバル。なすすべのない小動物みたいに。鬼ごっこの次はかくれんぼ？ねえ、アインツちゃん。私わからないんだ。なんで組織を？家族を裏切ったの。私はどこか近くで隠れているアインツちゃんに語りかける。別にさ、もう戻ってきてほしいとか思ってるわけじゃないから話してくれない？それで少しはアインツちゃんのこと嫌いにならなくて済むし。トップ。組織の前のトップが、私に、私たちが普通に生きることを望んだから、声がちょっとこもって反響してる？もしかして、だからって組織を裏切るのはさ、あまりにもリスクが大きくない？今こうして始末されかけてるし、リスクなんて言い始めたら、道を歩くことだって、食事をすることだって何もできなくなるわよ。あは、確かに言えてるね。でもさ、やっぱりリスクは考慮して叱るべきだと私は思うな。だって、アインツちゃんの目的わかったし、私は物陰に隠してあった携帯電話を拾い上げ、耳に当てる。もしもし、アインツちゃんですか？本当に、やりづらい。そう？私は結構やりやすいよ。ねえ、サツキスバル、教えてくれない？なんでさっき君はその銃を撃たなかったの？撃つタイミングなんていくらでもあったのに、君は私に背を向けて逃げた。おかしくない？舐めないでくださいよ。いくら拳銃とはいえ、今の僕が撃てば反動で肩くらい外れます。こっちは体を酷使するのに慣れてないんですよ。ただでさえ後頭部の痛みで体を動かすのでやっとなのに、その上肩まで外れれば僕は終わりですよ。ちゃんと状況を判断してるのね。僕にはそれしかできませんから、現状がどういうものか判断して、無数にある先の展開を予想して、結果がこれですよ。そういえば君、銃で撃たれたことないって言ってたわね。ええ、言いましたね。なら、僕は服の首元を掴まれ、つま先立ちの状態で柱に押し付けられる。な、ですか。いきなり、まだだ。耐えろ。ん？ちょっと君の体に穴を増やそうかなって。ドライと呼ばれている人は、僕の腹部にグリグリと銃口を当て意味を浮かべている。あは。は。お手柔らかに。
お願いしたいところですね。やっぱり、君、おかしい。なんで抵抗しないの？ああ、そうですね。腰は抵抗しますよ。僕は手に持っているものをドライさんの顔に向け構え、引き金を引く。避けるな。水？ドライさんの気をそらすことに成功したのか、掴まれていた服を離され、僕は地べたに尻餅をつく。ああ、言い忘れてましたね。あなたが銃だって言ってるこれ、市販の水鉄砲を改造したものですよ。改造したのは僕じゃなくてカオルさんなので、パッと見本物と区別つかないでしょうが。暗闇ならなおさら。ふっ。はは。あはは。本当に。アインツやツバイが君を気に入るのは。そういうところよ、サツキスバル、君。どこからどこまでが計算のうちなの？さっき、君が記憶喪失じゃないって自分から明かしたのって、その銃が本物じゃないって気づかせないためでしょ？私が銃をなぜ撃たないのか聞いた時の言い訳も、うまく今の自分の状態を使ってるし、手札の切り方がうまいとしか言えないわね。サツキスバル。お褒めの言葉嬉しく思いますよ。まだ引きつけろ。感情を逆なでしてでも気を引け。でも、僕から言わせれば、あなた、これが本物じゃないってことくらい気づいてたんじゃないですか？だって、カオルさんや、ツバイさん、らは注意深くて、僕を運んでる間に持ってるものくらい取り上げるはずですよ。ああ、それとも、そんな初歩の初歩も忘れるくらい焦ってたんですか？なら、あなたがさっき僕を柱に押し付け、行動を制限したのも納得がいきます。だって、あなた、動いてない僕にすら銃の弾当てれませんでしたもんね。サツキスバル、自制の句はそれでいいのね。解釈はお任せしますよ。僕がそう言うと、ドライさんはナイフを取り出し、銃口とナイフの刃先を僕に向け構える。耐えろ、まだだ。焦るな。腕や足の一本くらい犠牲にしてもいい。好機を伺え。必ず見逃すな。ふん。サツキスバル、いいことを教えてあげる。そんなチープな煽り程度で私は感情的になるほど、感情制御が下手くそじゃないわよ。は？ドライさんはそう言うと、僕に背を向け、暗闇に向かってナイフを投げ、間髪入れずに銃を撃つ。ねえ、アインツ、早かったわね。あんたならこっちに来るって信じてた。ツバイも、私もね。暗闇に潜んでいたカオルさんが、ドライさんが発砲すると同時に飛び出し、ドライさんの腕に蹴りを入れた。そう、釣れないわね。僕は今、警戒すらされてない。そりゃそうだ。何の武装もしてなければ、脅威になるほどの力もない。だから、ドライ、そういえばしたことなかったわよね。私とあんたのどっちが優れてるか。今ここで、その私有を消してみる？カオルさんはそう言うと、人差し指と中指を素早く動かし、ドライさんにかかってくるよう合図を送る。はぁ、舐められたものね。私も。サツキスバル、その銃が欲しいなら君にあげるわよ。あはは。バレてましたか。そやね、これ見よがしに水鉄砲なんて持ってるのは、本物の銃を手に入れてもわからなくするためでしょ。それもツバイさんが？私よ。私はツバイほど頭は良くない。けどね、こんなことやってれば嫌でも相手の考えを察せれるのよ。そうですか。では、素直にお言葉に甘えさせてもらいます。僕は落ちている拳銃を拾い、残弾を確認する。あと、これもさっき気づいたわ。君は私に運ばれてここに来たんじゃない。ここに来るために私に運ばせたんでしょ？ええ、その通りです。マジシャンがよく使う手口ですが、相手わざと最初に失敗するんです。観客の傲慢さをかきたて、見下され、失笑され、観客の目線をそらし、手の内や目的を悟らせないようにする。僕が記憶喪失じゃないってことがそっちにバレてるのは僕の考えの前提です。じゃなきゃあんな芝居しないですよ。まあ、さすがに色々と想定外のことが多すぎましたが、一番の想定外はツバイさんの頭の回転の速さと、僕のことを理解しすぎなところでしたよ。まあ、こうして拳銃を手に入れ、組織とやらのトップがいるであろうところまで来れたので許容範囲内です。まあ、さすがに体痛すぎるけど。それではカオルさん。はい、お気をつけて。ことが済んだら向かいますので、サツキスバル、それあげたんだから私のお願い一つ聞いてくれる？僕の目的遂行に支障をきたすものでなければ。邪魔しないで。私たち以外に邪魔させないで。わかりました。私たち、ね、ずるい言い方だ。長く暗い通路を抜け、どこかの建物内に入った僕はとある扉の前で立ち止まり、先ほどから何回か鳴っている爆発音とともに扉を開け中へと入る。